ムラド・メグニはフランスパリ出身の元アルジェリア代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。アルジェリアとポルトガルにルーツを持っている。テクニックに優れたプレイヤーで母国ではプティジダンの愛称で呼ばれている。アルジェリア人の父とポルトガル人の母の下パリに生まれる。若くしてクレール・フォンテーヌからボローニャ FC へ引き抜かれた。 2003年1月12日の AC ミラン戦にて18歳でセリエ A デビュー。2005から06シーズンは FC 訴訟へレンタル移籍した。ボローニャでは72試合7得点を記録。2007年夏 SS ラツヨに共同保有の形で移籍した。ラツヨでの初めてのシーズンはリーグ戦19試合の出場。また、 UEFA チャンピオンズリーグデビューを果たし、2007年11月6日のベルダーブレーメン戦では、トンマーゾロッキのゴールをアシストチームの勝利に貢献した。2008年夏にはラツオに完全一席。2010から11シーズンは膝の負傷で棒に振り、シーズン終了後にクラブとの契約を解除した。翌シーズンより、 カタールスターズリーグのウムサラル SC に加入。2011年8月6日、シェイク・ジャシムカップのアルイコール・シャマル SC 戦で1年半ぶりに公式戦のピッチに立った。9月17日に行われたアルラーヤに SC とのリーグ開幕戦で太もも筋を負傷。11月14日のレフーヤ SC 戦で復帰するも、この試合で内転筋を痛めて、再び戦線を離脱した。 回復後は、出場機会を失い、4月5日にアルホール SC へ、シーズン終了までローンとなった。2012から13シーズンにより、レフーや SC へ移籍。2013年10月には、膝の手術を受け、翌年1月に、クラブとの契約を解除した。2015年1月、シャンシュルマルヌにある、フットサルチームへ加入した。 二年半のブランクを経て、2015年7月9日に、アルジェリアリーグ1の CS コンスタンティーヌと二年契約を締結。初めて自身のルーツであるアルジェリアでプレーすることとなった。しかし、ここでも素形部や足首の負傷に悩まされ、在籍2シーズンで19試合の出場に止まった。2001年、フランス U-17 代表として 2001FIFAU-17。 世界選手権に出場。フロラン・シナマ・ポンゴル、アントニー・ル・タレクと共に優勝の原動力となった。しかしフル代表には選ばれず、2009年6月にはフル代表はアルジェリア代表を選択した。8月12日の新前試合ウルグアイ代表戦で初出場し、アルジェリア代表のエース級の存在となった。しかしながら、 怪我で 2010FIFA フフワールドカップは欠場している。膝の負傷により1年半の間プレーを離れていた中、2011年8月に、バヒド・ハリル・ホジッチ監督により代表へ招集された。ラツヨ、メグニー。CALCIOMERCATO.com。2019年1月27日閲覧。トラファーツ、ムーアット・メグニーシーニュエ・ユーカタール。 DZFOOT.COM 2019年1月27日閲覧ベル 1ER マッチオフィスイエルデメグニーリュピラキャ2010 DZFOOT.COM 2019年1月27日閲覧ベルメグニーデルトゥールアプレラトレブインターナショナル DZFOOT.COM 2019年1月27日閲覧ベル レマッチでメグニー・コントレ・レキア。dzfoot.com。2019年1月27日閲覧。ベル・ウムム・サラル・トゥジュール・デルニエ・メグニー・ブリセイ。dzfoot.com。2019年1月27日閲覧。トラファーツ・ムーアット・メグニアフィシルモント・アエール・コー。dzfoot.com。 2019年1月27日閲覧。トラファーツ、アコードトリューベーアントレレキアイメグニー。dzfoot.com。2019年1月27日閲覧。ベル、ムーアットメグニー、A リシリアサンカントラーベックレキア。dzfoot.com。2019年1月27日閲覧。メグニーリプレンドルフットボールイエヌ、サール。 dzfoot.com2019 年1月27日閲覧 CS コンスタンティーヌムーアットメグニーエースエインゲージポアニアン Dzfoot.com2019 年1月27日閲覧 CS コンスタンティーヌメグニーアウトドゥモア Dzfoot.com2019 年1月27日閲覧ラツヨメグニーが アルジェリア代表に、アルゲレ、レ 33D ホリーロツッツク、フットボール365、2019年1月27日、閲覧、ありがとうございます。